い、どうも赤星瀬尾赤星橋橋 TV、 バーン、ということで、ラーメン立川ダダさんですね。ダダなんですね。はい、まあデンデンと僕も最初言いましたが、ダダですね、立川柴崎町ということでね、立川駅ね、モノレールも走ってますよ、立川駅っていうのは。で、そこの南側の出口から徒歩4分ということで、家系チェーンのですね、大和屋さんの、まあ、系列のお店なんですね。へえ。で、こちら立川以外にも八王子と京王堀之内駅にもあると、まあ西寄りかな、ね、あ、ダダといえばですね、ウルトラマン、そうですね、ね、で、大和屋といえば大和ね、宇宙戦艦大和、まあ大体なんか年代が似てませんか？結構離れてない。あ、よく見ると、まあ、でも生きてる若生きてる世代としてはですよこれ大体60歳前後の方がね、名付け親であると、まあ、ダダはちょっとそうかもな、うん、ですよね。じゃなきゃなかなかダダとはつけない、うん、いい芝居する方かと思った、デンデンで。あ、そっちですか、うん、デンデンね、シンデレラ。あ、そうなんです、ウマ娘流行ってますが豚娘です。豚娘か、これ。はい、豚娘ね、流行ってますよ、ね、そっけ、ブタシとかね、ね、ゴルシが入ってますけど、ブタシなんですね。ブタシ、そうだ、ブーブーダブータ、まあいいや、初見初見はミニ小大、うん、メガあります、100円足すと汁なしにもできるというね、うん、代物でございますが、うん、僕はですね、今回この台のね、うん、まあ、ちょっと目が500度あるんで、ちょっと結構な戦いになるんで台にしておきました、うん、そうね、選択ホーということでね、さあどんなにグルとか全部増しましょう。あれあれはい、出ました、目がいった。いや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 、これ台なんですね。お野菜が全部増し増しということにはなるんですね、これね。うわ、すごね。で、こちらなんですが、うん、1キロ、お野菜が盛られてるってことなんですけど、僕ね、これ体感1キロどころじゃないんじゃないかなと、思いましたよ。すごいな、これ。しかも大の器にこの量を持ってるから、ね。で、具材はね、本来別じゃないんですけども、豚とかもペッて貼り付いてくるんだけど、さすがに。ちょっと乗らないということでね、全部別にされました。いや。ただまあ僕、私、先日ね、740を完食してるんですが、これはやばいと。やばい、ジェンガだよこれちょっと、取るとこ間違えたら大崩壊しかねない。いや、よく持ってたなこれ。行きましたよ、よいしょ、重かったです。すごい。さあ、久々にこの戦い見てくださいね。お野菜ですね、こちらはまずかなりのシャキ野菜ね。素晴らしい野菜ですよ。そうなんださすが、上からねこれ返しかかってますけど、なんかこれね、返しかかってなかったら序盤の1キロはね、危なかったですよ。まあ、そうよね。安心の返しが入っておりまして、さあここで豚をいきます、ね、なるほどね。これしなやか豚ですね、しっとりしてて、これ余計なね、脂が少なめなんで、うん、満腹感に影響出にくいです、うん、いい豚さんでしたね。どんどん食い進めていきますが、豚も消費していくよ。10倍速でちょっといきますよ。10倍速ですか、あまり変わってません。変わってないね。あ、油ね、こちら塩気の強い油ですからね。まだ多いからね、これ。あ、そうですね。野菜もね、これ内部まで回浸透してないんで、この油で途中の野菜を、はい、もうね、野菜主食じゃん。野菜を食べに来てる。減りません。そこで返しを。いろんなことしてるじゃん。はい、野菜だけ。どん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 野菜の味変をしていきますもん。で、外角食べきるとね、辛めが真ん中浸透してない、うん、さらに麺に到達する前に返しを使うっていうのはまあまあレアですよ。そうよね。ね、さあどんどんいきます。やっとね、向こう側が見えてきましたが、ここっ、やっと麺、麺、これ台はね、一応 375g ということで、多いけどね、やっぱね、まあ、通常よりちょっと多いぐらいですね、うん、まあ、小はね、250とかで少なめなんだけど、うん、まあ、これがね、確かもっちもちだったかなと。どういうことですか。ちょっともうね、ここで味はもう覚えてないんですよね。そうだ、本当に満腹感がすごくて、もう噛みすぎて。そうっす、一口目に入るまでなんと10分かかってますこれ。もう野菜だけで、あの二郎一杯は腹に入ってますもまあそうよな。でもどん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 このね、天地返しをしまして、一回野菜にね、こうスープを染み込ませる味変をしていきますね、これね。さあ食べてますが、大のね、もし麺量が、400とか450だったらですね、僕はちょっと店員さんを呼び出してすんませんってなってました、一回。はい。でも、ここでももう、かなり苦しいっすよ。いや、そうですよね。なので、まあ、別皿ではない、あ、別皿のチーズですよね。はい。まあ、
返して野菜のうまみで食べてたんですけども、うん、チーズという全然違う味を入れることによってね、うん、食欲が戻るんですね。一回戻りましたか。一回戻ります、うん、ですがあちょっとベルトを外します。一回ね外してで胃の下にですねこう落とすんですね。ちょっと落としてさ、ここでようやく麺完食、うん、17、8分かかってるかな。あこれね、はい、かなりチーズのでまだ野菜がいっぱいあんだ。そうなんです、あと全部野菜です野菜麺野菜野菜麺野菜で、あニンニクここでここでニンニクです。野菜ばっかじゃん確かに健康なものを食してる感じが見えますけど、これ辛いんですね。入れるタイミングバッチリなんですね。なるほど。なんでかというとね、あのちょっともう心折れそうになってんですね、うん、ここで、着付けとしてもうニンニクを使ってますよ。今負けないでが流れてますねねザードの、ね、名曲が流れております。はい、そして黒胡椒、まだまだ野菜の味変をね、ラストはねこれ全然これまで組み合わせてなかった味を入れてですね、うん、ちょっと脳を騙してるんですね、ここで一気に。さらに油を全部かけてイエスラックティーでごちそうさまでした。わーすげえ。いやあの器が二重になってますけども、うん、2個使ってもまあいいぐらいだった。別々なんなの30あ96.98段。あ出たよ野菜量は100超え130ですね。いやなんとか食べきりましたが、すごいな。いやこれはね本当にね、ダダさん、うん、私が今まで出会ったマシマシで、うん、ちょっと1上げちゃおうかな。来ましたか。はい、これはその耳はでしたらジャンパーみたいな。あジャンパー出た。ジャンパーですよ本当に。ジャンパー出たか話題になるじゃん次の日のニュースでね、いやこれは本当にねいい体験させていただきました。本当に33になってもこんなあのハラハラにまだ出会えるとは。ただもちさんまだ目がありますからね。あ目ががあるのか。いやえげつないな。そう考えると目がでマシマシしてる人は本当にバトンがあるとしたら、うん、そうねマックスさんか三年食太郎さん、ぜひちょっとダダさんに行ってみてください。ちょっとはい、普通にこれを見てる方、うん、真似しないでくださいね。まあそう、ね、容易に本当に本当に、ね、やばいんで。自分がね楽しく食べれる範囲が一番いいんですから。僕は楽しかったからね楽しかったはい、というダダさんでございます。ごちそうさま、はい。Thank you.